はい、どうも皆さんこんにちは、ゆやよんでございます。さあ、ファイアーエムブレムエコーズですね、こちらのセリカ軍の最終地点であるドーマの塔、こちらがですね、めちゃくちゃ長いダンジョンなんですけども、こちらを今回最速でクリアしようという動画でございます。まあボスみたいなね、それぞれの階にいまして、まあ、そいつらだけを倒してね、ひたすら敵を無視し続けてね、走り抜けようというね感じでございます。では早速いきましょう。メンバーはこんな感じ。まあこちらのね、魔戦士3人が活躍するでしょう。では行きます。ドーマの力をそのまま形にしたような巨大で威圧的な塔。危ねえ。力を求めてその先に何があるの？その答えがこの超。さあ魔人、まあ戦闘はね、アニメとかはね全部スキップにしてございます。AI もね、だから号令使えばね、もっとスキップできるんですけども、まあさすがにね、最終面なんでね、ダンジョン難しいんでね、号令なんか使ったら負けてしまうので、まあそれは使いません。 OK。 OK。 素晴らしい。よ、誰にも負けないわ。倒せなかったか。さあソニアレベルアップ。私に任せてよ。 OK。 頼りになるぞ。 OK。 俺の見せ場も取っといてよ。さあセーバーもレベルアップ。さあジェシーやっちゃってくれ。 OK。 さあセリカ様頼むぜ。何避けたまさかね、エンジェルを避けられるとは思っていませんでした。ということでカムイがね、とどめを刺すというね、なんとも微妙な感じで1回を突破です。いつもこんだけ楽に勝てりゃいいんだがな。そうなんですよ、本当にこれからですよね。まあ一回はまだまだね。さあ2回までまだナレーションが続いているという。さあガーゴイルの群れです。ここを駆け抜けていく。危ねえ、ドラゴンゾンビ。よし、さあここも同じように、まあ戦士を前に出す。私に任せてよ。調子いいぜ。よし、オッケー、素晴らしい。私調子いいな。オッケー任せる。よし、いいよ。オッケーオッケーオッケー、素晴らしい。ぶっ倒してやるよ。さあアトラスレベルアップ。よし、誰にも負けないわ。オッケー、私の見せ場も残してくれよ。さあメイが受けるというね、なんとも微妙な、危ない、あ、ミスったなこりゃな。さあセリカライナロックいくか。意味がない、倒せなかった。さあまたカムイが決めるというね、なんとも微妙な感じで。はい、2ステージ目もなんとかクリア。さあこっからですよね。さあ3階です。ここはちょっと気をつけなきゃいけないんですよね。あっち行ってるか。こっち来ちゃった。
さあ死ぬけど、よしスペクター、オッケー。さあこの辺結構危ないですよね。とりあえず範囲は魔戦士だけにしときましょう。はい、それでとりあえず弓をねさっさと撃破。必殺出なかったが、弓をねとりあえず素早くね処理しちゃいましょう。何倒せないだと、まずい、誰も倒せなかった。オッケー、ここで必殺出ちゃうか。オッケー、さあレベルアップ。任せろ。よし、オッケー、ミスありがとう。オーケー、ありがとう。見直したわ。まずいね、これは。あ、嘘だろ。ミスるかよ、そこ。オーケー。さあ、誰も死ぬなよ。オーケー。後ろにはもう誰もいないかな。こいつらだけか。まだまだ元気だよ。危ないね。よしよしよし。オーケー。さあもう大丈夫だろう。オーケー。さあなんとか3階もクリア。さあラスト4回です。オッケー、来た。さあラスト、これがやばいんですよね。結構難しいからね、慎重に行こう。ちょっと最速とか言ってるけど、最速とか言う話だけど、ここはマジでね慎重に行かなきゃね、やられる。オッケー、いいわよ。倒さない。あ、オッケー、ちょっとまずいね、それは。 HP まずいね。今のは賞賛に値する。あー、なるほど、こいつがやばいんだよね。こいつの攻撃力がここに入らないようにとりあえずしよう。うん、どうすっか。あー、必殺出ねえか。オッケー、こいつは倒せたね。よし、おー、やる気だな。オッケー、調子いいぜ。オッケー、ありがとう。とりあえずじゃあ危ないんでね、回復させておきましょう。ね、どうしよう。とりあえず回復させておこうか。そしてギル死ね。よし、二人倒した。頼りになるな。オッケー、オッケー、よし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 。そしたら弓、後ろの弓をね撃破します。オッケー。で、あそこのこいつ倒せないか。
魔風士風魔の矢。よし、これで風魔しました。で、エンジェル。オッケー。ジェニー強いよ。エンジェル。危ないね、HP がね。しょうがない。オッケー。一発目それが出てほしかった。はい、そしてちょっとセリカが危ないんで回復させておくからのセーバーでこっちのやつらを倒していってカムイでこっちのやつら倒していっていいよ。コンラートはこっちに参戦。ソニアでジェニーを回復。よし来たな、これ勝った。オッケー、残りは奴らだけか。まあこいつらにやられることは多分ないだろうから。よし来た、これは来たよ。村人にチェンジ。オッケー、来ましたね、これはね。さあどんどんレベルアップします。おし、かっこいい。そしてリブローで危ないのがアトラス、回復させとこう。さあもう大丈夫だろう、ここまで来れば突破しただろう。来ました、クリアできた。勝ちは勝ちだ、勝ちは勝ち。いや勝ったでしょ普通に。さあこの上これで終わりだろう。さあ来ました、ジュータが。ちょっとお話は聞きましょうか。おお、よくぞ揃ってこの最上階までたどり着いたものだ。あたす。さあ合わせて、ミラ様はどこ？そう焦るな、ミラはここにはおらぬ。地下にあるドーマ様の祭壇におるのだ。ドーマの祭壇？わしの術で姿を見せてやろう。そう、よく見るがいい。ほう、見させてもらおうか。ミラ様、なんてお姿に。例のファルシオンです。そうとも、ミラは皇帝ルドルフによって封印される瞬間、自らの力でファルシオンも共に封じ込めた。はあ、あやつが何を考えていたのかは知らぬが、これでドーマ様を害する者はもうこの世にはない。この悪人め。そんな、ミラ様、どうしてそんなことを。私たちをお見捨てになったのですか。そう嘆くな、安定せよ、ミラを解放したいであろう。プレイ時間よりお話の方が長いかもね。なんだそりゃ。ダメですよそんなの。ダメです、そんなの。でもこれしかもう
そんなことないって。真理の力がなくてはこのバレンシアの民は救えない。そんなことないって。そしてその真理を救えるのは聖魂を持った私の魂だ。アルム君に頼ろうぜ。なるほどな、話ってのはそういうことか。アンテンセ、約束したじゃないか、自ら命を投げ出すようなことはしないって。ごめんなさいお兄様、ごめんなさいみんな。ダメだ、ごめんなさいしか言わないのは。このタコめ、どこへとなり帰るがいい。ね、みんな騒ぐな、地下に落としただけだ。地下、さてまだ時はある。お前はしばらくここであの小僧の苦しむ様でも見るがいい。時はあるってどういうことなんだろうね。アルム、はい、ということでね、セリカは いなくなりましたはい、ということで、まあまあ最速とは言わないけど、まあ早めにクリアできたんじゃないかなと思います。はい、大変でした。実はね、まあ、何度も取り直してるわけですよ、ね、死んじゃったりね、道中で敵と当たってしまったりね、はい、非常に大変でした。ということでね、まあ、今回これで終わりにしたいと思います。じゃあ皆さん、さよなら。